先日の20年はいますよという動画を見て、だから僕がまだね、40前後なんで、まだまだ YouTube20 年ぐらい頑張りますよっていう動画ですね。を見て、自分の主治医に置き換えたらとても不安になりましたと。もともと父の死が原因でうつ病になったので、別れに対して敏感なこともあり、主治医といつかお別れなくてはならないのかと思うと辛くなります。今からできることといえば何があるでしょうかと。まあ、僕らの人生には別れとか死っていうものがきちんとあるというか、内在しているっていうことですよね。だからそういうものなんですよ。だからなんか、どうなんでしょうね。僕らはそういう死ぬっていうこととか別れがあるっていうことを、見て見ぬふりじゃなくて、それをなんか生活の中に取り込んでいって、今を生きるっていうことなんでしょうけどね。まあ、そういう、なんていうのかね、見えないものを見る力を身につけていくとか、といいんじゃないかなと思います。はい。